屋市内の美術教室に通う子どもたちのダイナミックな作品展が、今日から宮城県美術館県民ギャラリーで始まりました。会場に入ってまず目に飛び込んでくるのがこちら、9メートルもあるという巨大なガリバーです。このアトリエ自由学校の作品展は今週日曜日28日まで宮城県美術館県民ギャラリーで開かれています。入場は無料です。コマーシャルの後は、あらららららら、これです。ネクタイですね。どんなネクタイですか？ここにあるチクチクが首のツボを刺激して疲れたお父さんにすごく効きます。お父さんの誕生日や父の日にちょうどいいですね。そうですね。値段は 何円ですか？今なら10万円です。高い。3万7564円ではどうですか？ヘナゴリシですか？縁起が悪い。じゃあ2525円ではどうですか？2525、ニコニコですね。とってもいいじゃないですか。ではよろしくお願いします。皆さん、ペットが欲しいという時はありませんか？そんな人たちのために今日ご用意いたしました、こちら。ペットボトルです。とても便利なんです。これを実際に使った X さんに話を聞きます。それでは X さん、お願いします。この未来型ペットボトルは言うことを聞くし、軽いし持ち運びも便利です。水だけで動くので安心してください。水は水だけですよ。かわいいですよ。かわいいですよ。する商品はこちら。商品名、禁じられた食器。この食器のすごいところは、なんと片手でおかずがいっぺんに3品持てます。さらにおかずを飛ばすことができます。今日はおかずを 本物のおかずを飛ばすと怒られるので、ペットボトルの蓋を代わりに飛ばしたいと思います。あ、ちょっと失敗しましたが、すみません。さらに、ここだけの話ですが、この商品を嫌なお客さんが来た時にも使えます。その使い方とは、まず嫌なお客さんがここにおかずを持ちます。それで食べようとするとフォークで刺さってしまいます。